まあ、政府からお達しが来るわけですよね。これからキャンセルしなさい、 50% しなさいとか、まあ、それは致し方がないとしても、この1年間1年半で僕も皆さんも感じていることが、正直政治に対しての不信感や政治に対しての失望、この有事に大切な危機のタイミングでなんでこんなに決断力がない。